もんじゃ焼きの材料材料を鉄板の上に乗せているところ調理中のもんじゃ焼きもんじゃ焼きは緩く水溶きした小麦粉を鉄板で調理して食べる日本のローカルフードである単にもんじゃと呼ぶほか地域によって異なる様々な故障があるいわゆる粉物料理の一つで小麦粉を水に溶き鉄板の上に流して焼く料理であるお好み焼きに似た食べ物であるが 生地の粉液いが非常に低い上に、ソースなどの調味料を一緒に混ぜ込んでしまうため、加熱後の鉄板状に置いても糊状で固形化しないのが特徴である。鉄板にヘラで押さえつけて焼きながら食べるので、鉄板に接する部分は程よく焦げた状態で歯ごたえもあるが、押さえつけによる加熱が足りない部分などは粘った状態となる。現在は、東京都の下町と埼玉県南部、 東部、群馬県東部と栃木県南部に店が多い。関東下町の駄菓子屋で関西で流行っているお好み焼きを子供向けに店で作って販売しようとして出汁を入れすぎて失敗したところから始まったと言われている。後に子供たちが文字を書いて遊びながら食べていた。この部分が今では主流となって伝わっている。現在につながるもんじゃ焼きのスタイルは 戦後の昭和20年代に誕生し、東京都台東区浅草近辺が発祥地とされることが多いようである。当時左官であった隅田川の物流、近代開通した地域の大道脈である東部、伊勢崎線、旧欧州街道である国道4号などの集積地である。この付近を起点に関東の他の地域に伝播したと言われている。日本における粉物料理の元祖は、 安土桃山時代の、負の焼きであるとされる。負の焼きとは、巻いた形が、巻物経典を彷彿とさせることから、仏寺用の菓子として使われていたもので、茶会の茶菓子として千里宮が作らせていたという。その、負の焼きが江戸に伝わり、寛永年間に、負の焼きに使われていた味噌に変えて、あんを巻く、透けそう焼きができた。透けそう焼きは、あんこ巻きと名を変えて、 現在も、東京のお好み焼き屋やもんじゃ焼き屋で提供されている。清水政府の、町の姿には、文字焼きは、うどんの粉に蜜を入れて、妖怪せしを子供に与え、なるさじにて文字を書くがごとく、自由に銅板の上に垂らせば、すぐに焼けるをもって、文字焼きという。と書かれている。また、森仙蔵の、明治東京一分子ににも、うどん粉に蜜を加えたものを、 銅の板の上で、天手,手に焼いて食べるとあり、江戸時代や明治時代の文字焼きは現在とは異なり、甘みのある駄菓子であったことがわかる。東京、下町の駄菓子屋には、昭和40年代頃までは大抵、もんじゃ焼きの鉄板があった。駄菓子屋は子供たちの社交場として機能しており、もんじゃを焼く、鉄板上での陣取りは、ゲーム的要素のある遊びとして親しまれていたという。 昭和20年代は物資が欠乏していたため単にうどん粉を水で溶きソースや醤油で味付けしただけのものが多かったが昭和30年代になるとキャベツや中華麺などの具材が加わるようになっていった。武田久子は辞書において1960年代頃までに見られた初期の形態を子供もんじゃ1950年代に誕生した霧イカ、桜エビ 肉などの具材が伴うものを、大人も、んじゃ。1980年代以降に、ブームとなった餅、明太子、チーズなど、新しい食材を用いたものを、革新も、んじゃと分類している。もんじゃ焼きは、東京の子供たちに広く親しまれていたが、駄菓子屋そのものの減少に加えて、食文化や、思考の変化もあって、提供する店が激減している。近年、 もんじゃ焼きは東京下町の伝統的な食べ物として全国的に認知されるようになるも、世相の流星により、客層が観光客やサラリーマンなどに変わったことで単価の上昇を招いた。結果、子供たちの小遣いで手の届く価格帯ではなくなってしまった。それでも下町の一部にはまだ一杯あたり80円から300円といった。 昔ながらの価格で提供する駄菓子やもんじゃも、残存している。大正時代に、もんじゃ焼きから派生したどんどん焼きが生まれ、そしてどんどん焼きは、関西に一斉に養殖との名で広まり、それが、お好み焼きやたこ焼きに発展していったとの説が、一般的だが、それを否定する独自の研究結果もある。東京の年配者の間では、もんじゃ焼きではなくもっぱら。 もんじゃと呼ばれることが多い。これを、もんじ焼きのなまり、省略型と解釈するならば、現在一般的となっている、もんじゃ焼きという表現は、重言となる。もんじゃ以外の呼び方としては、以下のようなものがある。都内全域に分布しているわけではなく、古くからの店が残るのは、墨田区、江東区、台東区、葛飾区、足立区、 荒川区等の下町に限られる。山の手地区においても繁華街で、もんじゃ焼きを提供する店は確認できるが、歴史もなく浸透度は低い。観光地として有名なのは、月島と浅草である。亀有佐賀野の,のもんじゃ焼き月島西中東京都中央区、月島の西中通り商店街は、もんじゃ焼きの街、もんじゃストリートと呼ばれ、観光客で賑わう。 月島には現在、もんじゃ屋が75店ほどあるが、歴史のある店は数店であり、ほとんどは1980年代後半の、もんじゃブームで、他の商店から蔵返したものである。大半の店はもんじゃ焼きだけではなくお好み焼きも、提供している。いちごミルクも、んじゃなどアレンジされたもんじゃを提供している店もある。キャベツ以外の具の量は少なく、焦がして食べることも少ない。 発祥地は、群馬県であり、特産品のうどんを作った、際の余りのうどん粉を水で溶いて焼いたのが起源、としているが、東京の浅草をと、起点する東部伊勢崎線により、途中埼玉県に伝播しつつ、群馬に伝わった、ともされている。伊勢崎市では、子供がおやつ代わりに、うどんの内粉を水で溶き、醤油を加えて、鉄板で焼いたものが、伊勢崎のもんじゃ焼きのルーツとされる。 その当時は貧しい家が多く、ソースが家庭になかったため、醤油以外にかき氷に使われるいちごシロップやカレー粉を入れることがあり、それが現在も隠し味として、いちごシロップを入れた甘、カレー粉を入れたから、両方を入れた甘からとして存在する。ダカシアのもんじゃと同様に、小麦粉と水のみの水気の多いネタを使いクレープのように薄く焼いて食べる。 焦がすことはないが、食べた後を放置して、せんべいとして食すこともある。もんじゃ焼きの語源の一つと言われる、文字焼きの逸話として、寺小屋で文字を教える際に、薄く焼いた小麦粉の生地に文字を書いたがある。しかし、日本最古の大学、万道の大学と評された足利学校と、関連づけた資料は、ほとんどない。足利もんじゃには醤油味、 ウスターソース味があるが、月干しソースの本社が、足利市にあり、昭和後期の太田、佐野、足利周辺の芋、小麦粉、ウスターソース文化の影響により、醤油味から、ウスターソース味が派生したとも考えられる。現存する、もんじゃ焼き屋は少なく、その中でも多くは、月島もんじゃも扱うが、今でも、地域由来の家庭では、この足利もんじゃをおやつとして出すこともある。 くき市をはじめ各地で食べられており、1970年頃の川越では駄菓子屋に鉄板のテーブルがあり、もんじゃ焼きは子供たちのおやつであった。また、川口市の幸い町、青木町あたりを中心として、1980年代くらいまでは、数点の駄菓子屋で提供されていた。川口においても故障は、もんじゃではなく、もっぱら、ぼったらと呼ばれていた。しかし、 店主の高齢化などにより、駄菓子や自体が減少し、今では、ほとんど見られなくなった。さぬきうどんで有名な香川県には、さぬきのもんじゃ焼きなどと呼ばれる料理がある。具としてご当地グルメのさぬきうどんが入っていることが、大きな特徴である。第二次世界大戦後の食糧難の時期に、少量のさぬきうどんでボリュームある料理を作ろうと、 高松市内の居酒屋が考案したなどとされているが、根拠に乏しく、また、香川県内での知名度もほとんどないことから、近年の B 級グルメブームに乗って創作されたものと思われる。一般的な作り方。水で溶いた小麦粉と具をすべて混ぜる。加熱して油を引いた鉄板に、まず具だけを乗せて焼く。具がある程度温まったら、 広がらないように土手を作って汁を流し入れる。よく混ぜて一体化させ、ヘラで鉄板に具を押し付けて焦がしながら食べる。味付けにカレー粉などを用いることもある。ケーランは基本的に用いないがオプションとして追加されることもある。もんじゃを剥がすためのヘラはコテあるいは剥がしと呼ばれることもある。幅20から30ミリメートル。 長さ10から15センチメートルのステンレス製で、お好み焼き用のヘラよりも、かなり小さい。東京、カッパ橋道具街などのトンヤ街や100円ショップなどで、販売されている。ホットプレートで調理する場合は、ステンレスのヘラを使うと、テフロンなどのコーティングを剥がしてしまうことがあるため、竹製や木製の道具を使用する場合がある。ありがとうございます。